アブロバルカン、バルカン、アブロバルカンは、イギリスのアブロ社が開発し、イギリス空軍で運用された戦略爆撃機。いわゆる 3V ボマーの一つで、冷戦機に核武装して配備されたほか、フォークランド紛争では、通常の爆撃任務にもついた。第二次世界大戦終結から2年後の、冷戦最初期の1947年に、軍需省調達仕様 B35。 46が提示された。これは、初期の原子爆弾に等しい 4500kg、1万ポンドのオペイロードを積み、最高速度時速 925km、575mph、上昇限度 15000m、5万フィート、航続距離 5556km、3452マイルのスペックで、ソビート連邦への進行を想定したものだった。 同調達仕様には、アブロ以外にもハンドレーページ、ショートの両者が交応し、さらに1948年にはバックアップ目的で別の調達仕様 BQ-48 が提示され、これにはビッカースが応じた。レシプロ4発重爆ランカスター等で実績のある、アブロ、バルカント、ハンドレーページ、ビクター、ビッカース、バリアントの3機種が選定され、 軍事省から同時に発注された。ロイチャドウィック式のもとで基礎設計が始まったバルカンは未経験のデルタ翼の飛行特性を確認する目的でスケールダウンモデルが1948年に先行試作された。大水力エンジンの実用化が遅延したことも相まって開発には慎重が期された。1952年8月30日に ロールス・ロイス社の A ボムエンジンを搭載した、原型機の698型が初飛行し、直ちにバルカンと命名されて、翌年のファーンボロを国際航空省に出展した。当初計画では、当時最強力級のブリストル社のオリンパスを予定していたが、完成が遅れていたため試作機には、アームストロングシドレー社のサファイアも搭載された。試験中、高速高高度飛行に際して、 主翼のバフェッティングが発生したが、外翼の前衛を延長することで解決した。イギリス実用機発のデルタ翼を採用し、軽量、低抵抗と、よくないスペースを利して長大な航続距離を狙った。計画の初期段階では垂直尾翼すら廃止した、完全な無尾翼機だったが、間もなく垂直尾翼が追加され、爆弾層は胴体内に設けられた。 高々度飛行のため低翼面荷重が採用された結果1955年のファーンボローでは離陸直後にバレルロールしてみせるなど低空でも異例な警戒性を誇った副次的な特徴として特定の角度では機影がレーダーに映りにくいことも発見されたまたデルタ翼に由来する強固な機体構造は爆撃戦術が 低空進行へ変更された際に有利に働き、他のサンボルトボマーに機種よりも長く爆撃任務に止まることができた。しかし、主翼面積が大きいため、地表効果の生じる超低空では、気圧式高度計が誤作動することが、事故の結果明らかになり、レーダー式高度計が新規に開発された。コックピットからの後部視界が皆無なため、 方向台やエルボンの状態を示す専用表示器やテレビモニターが設けられ、また、システム士官はペリスコープを介して爆弾層扉と下方を視認できた。当初、機種そのものが本体から切り離されてパラシュート降下する予定だったが、生産型では射出座席を搭載した。しかし、性能上不具合が多くとても信頼できるものではなかった。また、 車室座席は、機長と副操縦士の分しかなく後のメンバーは、パラシュートをつけて搭乗口ら飛び降りる形式を採用した。バルカンは、テストベッドとしても利用された。1961年に、トライデントや、BAC1 から11向けに開発された、世界初の実用ターボファムエンジンである、ロールスロイス車製スペー、また1966年にはコンコレド向けの、 オリンパス593、さらに1973年にはパナビアの東イド用の RB199 を各々搭載し試験した。1956年9月にイギリス空軍は最初のバルカン B1 を受領した。すぐさま発用のため世界一周に出発し1956年10月1日に一周を完了したが、 ロンドンヒースロー空港への着陸時にソ897は事故で破損した。B2 は1957年に初飛行し、1960年に空軍で運用を開始された。イギリス単独の核抑止力として最初にブルーダニューブを搭載した。ブルーダニューブは核分裂によるエネルギーを使用する核爆弾であった。イギリスは水素爆弾の開発に乗り出し、 これらが準備ができるまでのつなぎとして、ブルーダニューブとグリーングラスなど400キロトンの核出力を持つ強力だが重い核爆弾を装備した。最初の水素爆弾イエローさんは、アメリカ製 MK28 核弾頭のイギリス向け、レッドスノーを搭載した。バルカン以外にもビクターにもイエローさんは搭載された。より小型のレッドベアードは、1962年からキプロスとシンガポールにおいて、 バルカンとビクターによって運用された。バルカン B2A には、スタンド・オフ・ミサイルである、ブルース・ティール・ MKI を搭載した。1962年のキューバ危機の際には、ソ連への攻撃に備えて、緊急速応体制が取られている。初期の頃は、核爆発の先行から自身を守るため全面を白色に塗装し、国籍マークも薄く描かれていた。その後ソ連が、 地対空ミサイルの配備を進めると、ソ連領空外から目標を射程に収めるアメリカ製空中発射弾道ミサイル、スカイボルトの配備も計画した。しかし、ブルースチール MKI の退役同、MK2 の開発中止およびスカイボルトの取得失敗によって、イギリスの核抑止は戦略源泉から発射されるポラリス SLBM が主となった。このため、 スカイボルトを搭載した形式であるバルカン BMK-3 は少数配備で終わった。その後、シンプルな低空進行による自由落下核爆弾 W177 による戦術核攻撃となり、迷彩塗装も施された。迷彩は当初機体上部にのみ施されたが、1977年のレッドフラッグ演習にて産地を背景に急旋回すると、 明細のない株を見せた際に目立ってしまい地上から容易に視認されるという指摘があったことで全面に施されることになった。なお、1960年に行われたスカイシールド編集では、キューバを発信したソ連の爆撃機を模した仮想的規約を務め、優れた低空侵攻能力と ECM によりアメリカ合衆国の防空網を突破して、 入ー上空への侵入に成功している。1973年11月1日に洋上レーダー偵察機として使用するため回収された B2 はスキャプトン空軍基地の第27飛行隊に配備された。主な外観の違いは光沢塗装と対空カメラ、燃料補給ブローブ、シンブルキビレーダーなどである。B2 のうち5機は空気サンプリングが可能で、 これらの機には、翼端のハードポイントに機材が取り付けられた。他にも、造装や、機種の大型化などの回収がなされた。どちらの任務でも、高高度での運用であったため、TFR は撤去された。1970年代後期、他の飛行隊と交代された。1982年3月31日には、空中給油機に回収された小数機を残し、B には退役した。 バルカンの使用装備は各爆弾であったが4 5 4ラム、通常爆弾約20発を装備して二次的な役割である通常爆撃を行うこともできた。1982年にフォークランド紛争が勃発すると通常爆弾を用いてアルゼンチン軍に占領されていたフォークランド諸島のポートスタンリーを攻撃することが決定した。滑走路、レーダーサイト、 地対空ミサイル発射機の爆撃などが任務となったが、後に滑走路攻撃を除いてキャンセルされた。5機のバルカンが爆弾層の改造、空中給油システムの復旧、電子機器の更新を受けた。改修は1982年4月9日から始まり、よくかのパイロンと翼端にハードポイントが設計、製造され、ECM ポットとシュライク対レーダーミサイルが装備された。 バルカンは1982年4月30日にアセンション島から出撃し、途中ビクターからの空中給油を受けつつ、チョーク 6300km を飛行し、爆撃に成功した。5月1日にも同じくアセンション島から出撃して、爆撃を行い、無事帰還した。これがバルカンにとっての唯一の実践任務となった。フォークランド紛争の終結後、バルカンは、 空軍から退役することになっていた。しかし、第57飛行隊の解散と、ロッキード社製トライスター給油機の有用な運用が遅れ、ブラックバック作戦において複雑な空中給油に成功したことから、バルカンは空中給油機として運用が続けられることになった。臨時の処置として、ロッキのバルカン B2 の胴体、後部上に波重ボックスを付け加える回収がなされた。 粗雑な回収であったが、ECM は取り除かれ、波重ボックスとその他の追加装備が機能を保管した。1982年6月23日、最初のバルカンがウォディントン空軍基地へ送られた。1982年から1984年までバルカン系2として第50飛行隊で運用された。さらに少数機が燃料積載量を増強するため、 爆弾層に燃料タンクを設けられ、総燃料積載量は4万5千キログラムとなった。1984年3月をもって、第50飛行隊の B2 と K2 が退役し、少数が航空省での展示飛行用として残されたが、それも1993年に退役し、イギリス空軍からすべてのバルカンが姿を消した。 その後長らくバルカンが空を飛ぶことはなかったが、1975年に離陸時に発生したエンジンへのバードストライクによる長期修理のために、他のバルカンより飛行時間が短く展示飛行用として良好に保存されていた後期を買い取った民間団体がバルカンツーザスカイプロジェクトの下で復元するための寄付を募り、再び空を目指した。 莫大な資金を必要としたため一時期は計画そのものが危ぶまれたが個人としては最高額の50万ポンドを提供したジャック・ヘイワード卿を含め最終的に136万ポンドの資金が集まった結果 XH558 は2007年10月18日に再飛行を果たした以降毎年航空ショーで展示飛行を行っていたしかしサポートしていた 整備業者やベイシステムズ、ロールスロイスホールディングスでの1950年代の専門技術の継承が困難となってきており、航空イベントなどでの展示飛行の結果、機体の総飛行時間も他のバルカンより10%ほどくなったために、2015年10月28日をもって飛行は終了し、ドンカスターシェフィールド空港で保管されている。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。